ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。さあ今回プレイするのはワーナーエンターテイメントジャパンさんのあの大ヒットレゴゲームシリーズの最新作、レゴムービーザゲームです。レゴと聞くとね、こうブロックを連想すると思うんですが、実はゲームも人気です。なんとですね、世界的にシリーズ累計で言うと数千万本も、売れているそうです。そしてそして前作のレゴシティアンダーカバーは Wii U のみでのリリースでしたが、僕が今回プレイするこちらの最新作レゴムービーザゲームは Wii U、3DS、PS3、 そして今から僕がプレイする PS4 版、こちらの4機種でのリリースとなります。それでは早速 PS4 版プレイしていきたいと思います。それではいきます。ニューゲームスタート。始まります。可愛いよね、このなんか黄色い顔しててね、丸っこい顔してて、おー、これオープニングな感じでね。あの、この建物とか山とか全部ね、レゴブロックでできる。やつが来る。お、ケツに気をつけろ、じっちゃん。わー、ほらほらほら、完全ブロック。ウィトルウィウス、悪そうなやつ、悪そうなやつだけど顔は可愛いっていう。奴にスパポンを渡してはならん。頑張れよ、頑張れよ。あいつ明らかに悪者。うわ、すげえ、めっちゃリアルだ。うっ、おー、じっちゃんだ。俺じっちゃん、じっちゃんで攻撃。そう、これこアクションですからね。じっちゃんで攻撃、かわいいあれボスのとこ行けないのかな。あっしゃ、倒したぞ。近くで攻撃してレゴを壊す。近くが、攻撃ですね。またなんかザコいっぱい出てきたよ。いきなりこんなアクションだとは。うわー、だだだだだ、おー、じっちゃん、俺ちゃんと狙え、じっちゃん、じっちゃんで向こうに行く。あー、死んだあ、これ向こう行けなかったのかこれどうすりゃいいんだこれあー、ぶっ壊れた。オフィスに戻ったら早速自爆したけど、お前ら全員の勤務評価表にめっちゃ悪いこと書いてやるからな。でね、これね、声優陣がめちゃくちゃ豪華なんですよ。山ちゃんとかがね、あの声優してるって、聞いてます。丸をレゴで組み立てる。何を作ってんだ、そんなものを作っていいと。おお、すげえ、じっちゃん、これ丸長押しでなんか組み立ててる。おお、わしが飛んでも届かん。なんだこれ、女性キャラクターなら高いところにジャンプできる。あ、三角長押しでキャラクターホイール開く、長押し。おお、このね、女性クレオパトラ、シェイクスピア。じゃあこの女性がジャンプ力高いと、クレオパトラ。おお、あ、こいつってことか。そっかそっか、ジャンプ、ロケット発射。ここよっ、お、来た来た来た。あ、発射ボタンだったんだ。おお、ぶっ放し。大外れ、お前だって最低。なんてこった、外れたぞ。ロボットやレーザーじゃ倒せないってんな。そうだな、もう一回シェイクスピア。おお、なんと大胆でオリジナルな発想。またザコ、うら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 。あ、なんかじっちゃんの方が使いやすかったかも、パンチは。杖持ってたからさ。ほら、じっちゃんの方が強いよね、これ多分ね。ほら、あ、でも結構あっさり倒せたぞ。またこれレーザーポインター的な感じ。これまたレーザーポインター。でもね、この子ジャンプ力高いんで、女性キャラは、ね、アイテム取ろう。あいつらを真っ二つにしてしまえ。あ、それもこっちまで届いてない。わな、首をちょんぎって。うわ、なんか来た。うわ、なんだなんだ。あー、危ねえ。あ、そかそか、これを相手がぶっ壊してくれて、なぜ私の邪魔をするんだ。これでレゴを組み立ててみたいな感じ。あ、組み立てられる、この子も。ほら、ポッ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 、かわいい。あ、これでまたこいつでジャンプできる。これでこの赤いボタンを押すと、よっ、ボン。当てろ。また左行っちゃうのかな、これ。左行っちゃいそうな感じだよね、やっぱり。どん、また外したな、ちっとも怖くなかったぜ。また外したな。私を見ろ、ビトロビウス。新しいレゴを組み立てる、マスタービルダーっていうのは嘘。ここ今のはただの嫌味だよ。なんでかっていうと、お前なんかどうでもいいから。お、なんだなんだ。おお、 R で光ってるマスタービルレゴを狙う。あ、LL Lおー、すげえ、ここを狙う。マスタービルダー、キャラがダメとか、これキャラの問題。こいつ
こいつか。いくぞ。あ、ロックオンできるんだけど、どのボタンで発射すんだ。あ、来た。これで、あ、四角を離すとマスタービルドを完成させる。ちょうどいいところ。どれ、誰でもできたのかな今のは。おお、すげえ。トランスフォームしてる、トランスフォームしてる。なんやなんやなんや。にしても綺麗だ、やっぱ画面マジ綺麗。あれ、じっちゃんやられたぞ。おい、スパーボン、世界最強のアイテムをついに手に入れたぞ。おお、スパーボン、なんか映画見てるみたいだね、これ綺麗すぎて。我が悪の力はこれで無限大だ、感じるか。まあ、こいつがラスボスなんだろう。もう誰にも止められないぜ。違うのかな、予言がある。あ、なんだよ予言って。奇跡のパーツじゃ。あ、じっちゃんがやられてる。魔法のようにスパボンの力を奪っちゃう。謎のパーツがあるってんだろ。てか、それつらい。あいつでかくない？お、いつの日か黄色い顔の若者が現れよう。黄色い顔の若者。かの者深き地の底より奇跡のパーツを見つけ出すであろう。一人のマスタービルダーが軍団を引き、王国を危機から救うであろう。なるほど。そして歴史上最も偉大、最も重要、最もイケてる救世主となるであろう。これあれだね、物語が始まる前の。あれ、あ、じっちゃんやられたぞ。選ばれし者寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。まあ、こいつを倒す物語だね、これ。お、来た。お、来たぞ。これが伝説の黄色い顔の少年。お、映画だね、これ。パート、おはよう廊下、おはよう壁、おはよう天井、おはよう床。全部ブロックでできてる、本当に。床がさ、ボコボコしてんの。みんなと仲良く、みんなに好かれて、いつもハッピーでいるために、ステップ1、深呼吸。歩きづらそうだね、これね。すげえ。オーケー、一上がり。ステップ2、窓を開けてにっこり笑って言う。おはよう、ブロッキー。おー、先生先生。街が全部ブロック、やっぱり。おお、これ結構好きに歩いたりできるってことですよね。うん、楽しみ。おお、綺麗だな、やっぱり。うん、おお、すげえ、歩けるぞ。わーい。グリーンのスタッドをたどってストーリーを進めろ。あ、スタッドっていうんだ、このなんかコインみたいなやつ。ジャンプ、まるで冬とかってね。攻撃してレゴを壊す。あ、これ敵なんだ。あ、普通にこれ紛れて、え、これ人とか殴れちゃうわけ。あ、大丈夫、これ殴れない、よかった。敵を殴る。おっと、運動しなくちゃ。すげえ、人がいっぱいいる。あれ、転ばしちゃったかな、もしかして。あ、やっぱ、いでとかなんだけど、これ。うーん。あー、やばい、転んだ。やっぱりこれ、ぶつかっちゃダメなんだ。かわいそう、かわいそう。パンチとかできるからね。ヒップドロップみたいなのできる。ほら、ドーンって。あ、こっちか。よっ、パンチじゃない。あ、これぶっ壊すとか全部。あ、このあれだな、このレバーみたいなのだな。さては、修理する。あ、修理して、まるでブロック直して、これ直す。あ、開くやつだな、多分。これで門を開ける系。直してる直してる。あ、開いた。あ、こういう感じで謎解きながら、時にはキャラクターをチェンジして、乗り越えていくわけですね、いろんなこう壁をね。うん、ブロックシティ建設現場。お、来た。なあなあ、ゆうべのさ、僕のズボンはどこ、見たかい。はい、僕のズボンはどこ。建設現場だって。鉄板ネタだね。めっちゃ綺麗だよ。なんでこうすげえクラフトの中で。ボロチーはみんなぶっ壊しちゃえ。ぶっ壊しちゃえ。ボロチーはみんなぶっ壊しちゃえ。すげえぶっ壊してる。ボロチーがみんなイラストの通りに組み立てろ。今のはいいことしてるのか悪いことしてるのか。もうすぐ帰る時間なのにまだポーチができてない。配送チューブから組み立てマニュアルを取ってこい。ポーチを組み立てろ。マニュアルのページを探してポーチを組み立てろ。そう、あの今上の画面の中央の上にあの1分の0ってなってるでしょ。これをゲットするとクリアらしいんですよね。どこにあんだ。マニュアルのページを探してポーチを組み立てろ。うん、どこだ、どこ行けるんだこれ。とりあえず V
ぶっ殺しまくってみようこれ。ほら、ちょっと危ないやつになってるけど、これ明らかに一人だけぶち壊してるから。ほら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 。あ、でも、あ、ぶっ壊していくと進む方とか増えるのか。なんかおっちゃんが、お前何やってんだみたいになってる。おっちゃん黙ってろ、ほら。ヒップドロップ。あの、これ結構気持ちいいよ、壊すの。配送チューブ故障してんだよ。なんとか、あんたレンジ持ってるって。もちろん。こっちじゃない。この辺なんか直せそう。鍵みたいなのある。ブルーのレゴオブジェクトを修理する。あ、これだ。また壊れてる、これ。これ直すとここの門が悪的な感じだな、さては。あ、すげえ、なんかやっぱ操作とか、まあ最初だからってのもあるかもしれないけど、やっぱ基本は簡単ですね、すごく。お、来た。三角。あ、これでこの子に変えるってこと？よいしょ。工事を組み立てろ。なんだこの子。おお、こっちか。あ、これも仲間だったのか。で、これで。あ、バンバンバン、全然。仲間を蹴った。こっちに行けんの？行けないよね。どこだ、どこだ？ここ？あれ？変わっちゃった。ここで何をするんだ、この子で。あ、ここ入れた、入れた、入れた、入れた。おおおお、何したんや。むむむ、なんだなんだなんだ。やった、マニュアルだ。これでやり方が分かった。え、あ、今のがマニュアルだったのか。え、じゃあこの鍵なんなんだ。こっちはまだ行かなくていいのか。こっちも行ってないぞ、全然見えないもんね、こっち。あ、こっちは行けない。あ、これでクリアなんだ。ここ入れたんだね。んで、今こっち映ったから、あ、こっちから来たっけ。あ、こっちから来た。ジャンプ高い、やっぱ女性キャラは。ピョンピョン。よし、ポーチを作り始めよう。ポーチを作り始めよう。ここでクリアって感じ。ポーチを組み立てろ。おお、組み立てた。おお、なんだなんだ。おお、リストから足りないレゴのピースを見つける。オッケー、これで。おーおーおーおお、すげえ。一瞬で組み立てられたぞ。実にポーチらしいポーチだ。おー、ブロック一つのズレもない。よし、次はこの現場の。やっぱりアクションといえど、こうちゃんとブロックをなんかこう何組み立てたりするんだね、やっぱり。うん、うわなんか終始可愛いですね、この子たちが。おいおい、やっとかよ。なかなか来ないから待ちかねたぜ。このおっちゃんがなんか喋ってる。一組で取り壊し作業をしてもらう、うん、だから倉庫からドリルを取ってこい。ドリルを取ってくる。あ、思いっきりこうドリルが画面の中央の上に出てますね。ここで丸。レンチを使う。まだすげえわかりやすいよ、これ進み方。え、これもうドリル。よし、あの古い道路の舗装を掘り起こせ。もうドリルゲット、早っ。の家とんでもねえな。街並みから浮いてる。お、なんかまた出てきたぞ。そうすれば崩れる。で、あの 0% って書いてあるやつはなんか 100% にするとクリアになるみたいなんですよね。ドリルを使用する。おお、すげえ。これどこを掘りゃいいんだ、これドリルで。こっち。お、こっち行けない。そう簡単には行かせてくれないな。お、なんかここ入れるそうだぞ。あ、 6% になってる。近く長押しで空気ドリルを使うとひび割れたレゴを壊せる。ひび割れたレゴ、どこだ。あ、ここだ、ここだ、ここ、ここひび割れてんじゃん、ほら。ここをビー、お、ぶっ壊れた、ほんとだ。まだぶっ壊す感じ。めっちゃ破壊してるけど、おお、気持ちいい、気持ちいい。いや、破壊で、なんだなんだ、ここまだぶっ壊す感じ。違う、もうぶっ壊れてる。なんだこれ、ふわーってなんだこれあ、現場監督に指示されたように道路、家、庭、道路、家、庭ぶっ壊す。あ、この辺とかもってこと。あ、そうだ、多分。うわぶっ壊すの気持ちで、この辺もぶっ壊す感じ。この辺とかすげえぶっ壊れそうだけど、この辺違う。どうぞ。あ、37%。まだこれで37%。
ぶっ壊しが足りてないってことか。おお、すげえぶっ壊れる。で、37% だよ、まだ。どこぶっ壊せばこれ 100% なんだ。やっぱここら辺っぽいよね。あ、家ぶっ壊れる感出てる、これ。あ、うわ、家ぶっ壊した。まだある、どっか。 44% になった。どこをぶっ壊せんだ、これ。あ、やっぱ家だ。お、なんかいるぞ、こっちに。なんかいる。あ、関係ない。家をじゃあ本当にぶっ壊しましょう、完璧に。なんだこれ、なんか。てか、こっちのキャラに戻してみようか、ちょっと。よいしょ、こいつの方がドリルいいんじゃないっていう。あ、普通にここにあんじゃん、ぶっ壊すとこ。あ、正面にあった、思いっきり。忘れずに庭もちゃんと壊せよ。庭もちゃんと壊せよ。行かれてる、あれ。庭、この木とかもぶっ壊れる。あ、ぶっ壊れた。え、あ、この辺も柵もぶっ壊れんじゃん、これ。あ、80、100%。お疲れさん。お前たちに次はあのアパートを壊してもらいたい。あのアパートを壊してもらいたい。このドリルじゃダメだな。ビル解体用の鉄の玉の作り方マニュアルを探しに行け。鉄の作り方マニュアル、これなんか取った方がいいんだよね、このなんか銀のやつ。アパートってどれ。あの、鉄の玉を作る設計図ありますか。うん、鉄の玉を作る設計図ありますか。どこかにマニュアルマシンが動くようにならないと確認できない。手伝ってもらえないかな。ちょっとなんか複雑だぞ。マニュアルマシンを再び動かす方法を探せ。ページをめくってくれるだけでいいんだよ。そんなに大変なことか。この役立たず。すげえなんかぶつくさ言ってるぞ、この人。うん、どうせ。あ、ここになんかでも出てるな、これ。あ、ぶっ壊すとこあった。荷物を下ろしてくれる。スケジュールを終わらせなきゃ。ドリ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 。んで、うわ、登れない。いや、あ、ここだ。あ、なんだこれ、押せるぞ。よし、動かし続けろ、ずっとだ。お、これで落ちてこっちから押す感じ。お、来た来た来た。ポン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 、かわいいかわいい。よし、それでいい。お、今動いたみたいだ。ってことは、なんかした。こっちにもあるよね、ほら。あ、こっちも押すんだ。分かった分かった、これも押せるんだ。そうだ、あ、押せた押せた。押し込んで、いいぞ。これでアパートぶっ壊れる系。おっと、おお、見ろよ、鉄の玉のページが後ろのポケットに入ってた。俺最近は、なんか出た、これ。起きた、あと1個、あと1個で残りはビルの上に置いてきちゃったらしい。ビルの上の誰かが拾ってくれたと思う。ビルの上、ビルの上でどっか行くんだ。お、起きた。トラックのうんちゃん発見。僕どんだけ寝てたんだろう。ああ、おやつタイム寝遅れちゃう。あ、トラックが移動して僕らがそっち通れるようになった系ですね、これ。上行ける。ビルっていうか、この奥の建物の上だね。なんか今いなかった。クレーン、あ、クレーン、あ、あのおっちゃんが動いてる。んで、よく見ていかないとな。このカラフルなやつ何なんだ。なんだこれ。屋根に上がるにはコンベヤーを逆回転させないと。ねえ、どうやったらスイッチまでたどり着けると思う。あ、なんか今キャラクター変えるっぽい感じ。三角さ、あ、やっぱキャラクターを変えていこうって感じか。ピョーン。あれ、こっち行けないぞ。あ、ぶっ壊していける？あ、いけない。ベルトコンベアを逆方向に、あ、これコンベア動かすんだ、この辺。違うな。あ、ここじゃん、ここじゃん。あ、この子でジャンプして、あ、ここ登れってことだ。あれ、登れない、くそ。あー、なんでだ。くそー。この上になんかギアみたいの見えてるんだよね。乗れた乗れた。なんじゃこりゃ。なんだ、近寄り方が足りてなかったのかな。三角で乗れました。 L でプラットフォームを上下に動かせる。 L、 あ、これで今乗ってる方をの上に上げるってことか。おおお、来た。あー、来たー。なるほどね、これで三角でキャラを変えるとか。あ、これで降りて、
あ、三角で変えればいいんだ、キャラを。でもすげえ、こういうチームプレイなんだ。丸。お、これでベルトコンベアが動く。イエーイ、成功だわ。動いた。なるほど、なるほどね。おーすごい。あ、これで物を運べると。おーすげえすげえ、いけたいけた。この上にマニュアルがある。どこだ。おい、あいつらに休憩は10分前に終わったぞって言ってくれ。それから俺をおやつ小屋から締め出すなってこともな。みんな休憩は終わりだよ。聞いてくれません。なら別の方法で引きずり出せ。なんかあれだね、ちょっと怖いおっちゃんだね。作業員を出す方法を探せ。これ絶対この上怪しいよな、どう見ても上。あ、女の子に切り替えて。ジャンプ力高くないと多分これいけないので。ほら、あ、届かない、ギリギリ。あ、あんじゃん矢印ここに。よっ、これで OK。 なんかオートが食らっちゃうんだけど。あ、これ押すんだ。あ、やっぱそうだ。お、サウンドがチェケラッチョ、チェケチェケラッチョ、チェケチェケラッチョッチョッチョって感じで。これ なんだこれ、電流が流れてってる感じ。なんだなんだ。両方のスピーカーを修理しろ。あ、ここぶっ壊せる。ここでビルを壊すと。レレレレレ、見かけなかった。ああ、見かけたぜ。あの怠け者どもを引き上げたら好きにしていい。おっしゃ、スピーカー、あ、丸。ここでレゴを直すと、修復します。パン、かわいい。あ、これスピーカーなんだ。スピーカー倒れてんだ。おっしゃ、いいね。なんでこれスピーカーそもそも壊れてんのって話なんだけどね。ここ登れるのか。あ、登れた。相当ベースライン効いてくるよこれ多分。2体目直したら直れ、ベースライン来い。お、あ、音楽でノリノリになって作業員が仕事しだすって。なんていいやつらなんだ。一緒に楽しもう。踊り始めたよ。ワンツー、あ、ワンツー、ワンツー、タイミングよくしてダンスをする。え、ワンツー、うん、なんだこれ、いや、音ゲーが始まったぞ。なんだこれ。音ゲーが始まりました、いきなり。これ何なんだこれ。すげえ簡単、すっげえ簡単です。工事現場でいきなりダンスショーケースが始まりました。これは簡単だよ、すごく。ちっちゃい子でもできそうです。クリアしたな。よくやった。もう何でもありみたいな。好き。これもでもステージクリアになんか関係してるのかな。下手だとこれゴールゲームオーバーだな。よく踊ったな。さあ、これがマニュアルだ。うん、マニュアルゲット。これで2分の2ゲットだ。なるほどね、こんな感じで進んでいくわけですね。おお、すげえ。よし、鉄の玉を作れ。鉄の玉を作れ。どこだ、ここか。まるでマニュアルビルドを開始する。おお、カタ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 、来た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 。おお、すげえ。おお、キャタピラン、足りないピースを見つける。これどれならいいの、これいいのかな、これで。どれだ、これだな、これっぽいな、これ。これ当てろってことじゃん、これっぽくね。あ、違う、これだ。むずい。おーおー、来た。シルエットでブロックを当てろってことなんだね、これ。うん、おお、すげえ、クレーンができたぞ。おい、で三角ボタン押してください。乗れんのかな、これ。ここで乗れるっぽいんだよな。どこで押すんだ、これ三角を。ここか、ここか。
ボタン押してください。よく意味をつけて、ポンって押すのか。あの目障りなものを叩き壊せ。長押しになっちゃってたんだ。なんだこれ。鉄の玉でアパートを壊せ。一番白いとこで、あ、L を下を押して、むずい。あら、おー、ぶっ壊した。タイミングが大事な感じだ。よし、もう一度だ。もう一発だ。この矢印に合わせてスティックを。うらー、出した。気持ちいいこれ。でガー、いいぞ。時間内に間に合ったし。時間内に間に合ったらしい。おお、なるほどね。乗るときは長押しするとキャラ変更になっちゃうから、ポンって押せばいいんだね。俺今夜この後スポーツバーに行くんだけど、うまいフライドチキン食って騒ぎたやつ、よっといだフライドチキン僕大好物。アメリカンだ。誰かクロワッサン半分食うか。アメリカンのやつ、僕大好物。こんな食があったらいいよね。アラビキソーセージ、みんな元気。仲良しの友達とご飯食べるのは最高。平和な街だな、なんかこれ。君たちと、でもいつかラスボスみたいな、さっきじっちゃんがやられたあいつと戦うことになるところですよね。まだだってこれファーストステージだ。今ヒュって言わなかった？なんか今いたぞ。お、なんかいる、やばいやつが。やばいぞ。ねえ君、こんなことを言いたくないけど、ここにいちゃダメだよ。うわ、来た。マニュアルにはっきり書いてあるからね。少しでも変なものを見たらすぐに通報する。うん、それじゃ君のことを通報しまーす。やばい、あれあれ、これ仲間。あ、これあれじゃん、使えるキャラクターだよね。かわいいな、これ。よ、ねえ、どこ行くの。逃げなくてもいいって言うから。かわいい。おお、始まってんだけど、なんか、うわっ、ちょっと待って、これ輪っこに入るように動かして。この穴、予想よりずっと深い。ちょっと、これ絶対痛いよ。ああ、あれ大丈夫だった。全然ストーリーが読めない。それなんかこれ、なんかこういうゲームになってる、こういうゲームになってるんだけど。音ゲーと思ったら、今度なんかこれ逃げるゲームになってる。やばいやばいやばい。あ、これ落ちてる。またこれ自分の方に向かって落ちてる。で、横画面になった。ああ、むむむむむ。これで、うーわー、落っこったぜ。なんやなんや。え、また落ちてる。なんだよ、落ちてるよ。また落ちてる。今度は前に走る系。うわーうわー、全然難しい。暗くて見づらい。うわーうわー、すげえ暗い。危ないや、燃えた。これ燃えるとこ乗っちゃいけないんだ。むずい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 。あーで、あ、これ避けろってこと。うわー、むずいぞこれ。むずいむずいむずい。すげえむずいんですけど。あ、食らった。あれ、このサウンドは、あれ、また地面にぶつかるの。また落ちちゃう。いた。あ、落ちた。もう一発いた。無敵じゃんこいつ、落ちても。ん、なんだなんだなんだ。そんなに誘われたらおさわりしたくなっちゃうよ。なんかやばそうなオーラ払ってる。これさっきのボスのとこか、違うか。あ、マニュアルがある。あ、踏んづけて。やばいやばいやばい、これやばそうな感じだよ。あ、ビビビってなりそう。あ、黄色い顔の選ばれし者。これ触っていいやつ。角の深き地の底より奇跡のパーツを見つけ出すであろう。これでやっとじっちゃんとのスターダメダーが軍団を引き、今どんな名案で選ばれし者を守るのよ。現れた。お、これで一気に脳になんかやることが焼き付いた。ああ、なるほどね。これでとりあえずステージクリアですね。エメット、今のが主人公エメットですね。エメットパジャマってこれなんかすっげえいっぱいキャラクターみたいなのいるよ。これゲイ、今の工事現場の人たちとかもね。ほら、現場監督フランクス、キャラめっちゃいる系。デモリションガイ、ワイルドガール、この子ね結構使えるみたいだね。ミセス、ネコスキー、すげえ解除されてる。
カーディオキャリー、みんな黄色いけどね、ヒゲヒゲヒゲ、バリスタメージ、ラリー、全然関係ない人も解除されたな。なんでこれもらえた感じね。うおー、なんか何が起きるか全然わかんないね。進んでみないとね。めちゃめちゃもらえてる、めっちゃもらえてる。12万1000、いいね。ただ組み立てるだけとかじゃなくて、アクションあったりなんか逃げたりとか、すごいな。サウンドが5分の0、ステージクリア。70分の1、70分の2、70分の2。これじゃ70までクリアすると全クリなのかな。はい、とまあこんな感じでございました。今回プレイしたこのレゴムービーザゲームの、Amazon のショッピングページのリンクを概要欄に載せておきますので、もし気になった方は、チェックしてみてください。この動画がもしよければグッドボタンをぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、よろしければぜひお願いします。その他私、ヒカキンの、Twitter に、LINE 公式アカウントのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、フォロー、友達登録などお待ちしております。バイ。